いよこれは。得意料理？うん。俺何作ってたっけ？オムライス。いや俺多分ね、何だっけ？はい。ホタバタじゃん。ホタ、はい、ホタテバタじゃん。得意料理はオムライス。いや得意料理？うん。ホタテのバター醤油。作ってないだろ。作ってんよ。作ってんだよ俺。俺いいバター買って。うん。いいバター買ったの。そう。ちょっと高いバター買って。うん、でも。はい次。はい。好きな都道府県は何これ。ああ俺ね、わかるよ。好きな都道府県は何これ。怖いよ。いろんな県民から怒りかぶる。やっぱ思想福岡かな。これ神奈川。おーら。じゃあここがどこが神じゃないってこと？おやすみです。しょうもない。はい、疲れてるわ。これすごいね。すごいよ。神奈川な。神奈川な。意外と覚えてたか覚えてない。意外と覚えてます。はい。なんか、うわ思い出せないな、これは。なんだ？うわ遊園地か水族館だと思った。いや俺家かな。寿司のやつね、うん。なんか同じ会話してそう。水族館行った後寿司食うって。初デートで行きたい場所は？カフェ。家。はい。本人にあのタイはないですか？そういうことだったんだ、うん、今と同じカバーのフォローの姿勢ではある、ね、この時は何を言ってんのか分からなかったけどそういうことね、うん、理想のプロポーズは3000人のフラッシュモブ通帳手渡し。いや応募だわ。あー待ってそっちか家なの今ね2択だったの俺の中で暗証番号とキャッシュカードってか悩んだんだけど、うん、まあ通帳手渡しかこだわりのローテンまあでも今の俺が答えるのは朝ごはんだね。あーしてるよね。はい、はい、毎日過ごす上でこだわりのルーティンってある？朝ごはん。はい。あーまあ朝起きて、うん、よくわからん緑の液体を飲む。散歩じゃない、ね、持ってきたよね一回クロナンの収録に。散歩じゃないだ朝いいあるよな。いいえ緑にこの液体って。緑っぽかった。黄色っぽい。うんうん全然違う全然違う。飲んでから散歩するんだろうけど。いいえ散歩。いや無理無理です無理です。朝ごはんなんだ。朝ごはんはね。いや覚えてるな。いやでも、うん、今俺に聞かれても同じことを答えるから今答えたまで。まあ誤差か。